祖父母の皆様も今日一日どうぞ楽しんでいってください。今日はまず最初に子どもたちは今年オリンピックイヤーということで、おじいちゃんおばあちゃんに金メダルをかけてあげようということで、金メダルをモチーフにしたお人形さん の形の首飾りみたいのを作りましたので、そこの裏にお手紙を書いて、おじいちゃんおばあちゃんありがとうということで首にかけてあげました。それから、子どもがいつも今年国体ということでみなもダンスをいつも練習していますので、その踊りの披露と、あとおじいちゃんおばあちゃんと一緒に踊りを一緒に踊ろうということで2曲踊りをしました。それから赤と白の旗を使ってゲームをするために旗に絵を描いてもらいました。でその旗を、おじいちゃんおばあちゃんにありがとうという気持ちを込めてプレゼントして、その後に担任の先生が触れ合いのタイムとしてお歌を歌ったり肩叩きをしてきたりとかして過ごしました。姿を思い描きながら準備ができたので、すごく準備も楽しかったですし、今日をやってみてすごく元気にゲームをやってくれたので良かったなと思います。結構大阪とか遠いところから来てくださったおじいちゃんおばあちゃんもいますので、今日はとりあえず普段子どもさんがお孫さんが幼稚園の中でどういうふうに過ごしているのかなっていうのを見てもらえるようにと思って、祖父母交流会を準備させていただいたんですけども、おじいちゃんおばあちゃんも喜んでくださったので、よかったなと思っています。ありがとうございます。